アリアニコは黒ぶどう品種の一つである。バジリカータ州やカンパーニア州など、イタリア南部で栽培される。このぶどうの原産地は、ギリシャであり、イタリア南部への移住者によって持ち込まれたと言われている。名前の由来は、ラテン語で、ギリシャのぶどうを意味するビティス・ヘレニカの天下であるという、アプリア・ナカムが語源であるとの説もある。アリアニコは古代ローマ時代に作られていた。 ファレアニアンワインと呼ばれるワインの主要な品種であるが、これは今日のワインと同じようなワインとしては歴史上初めて作られたものであると言われている。ワイン学者であるドニ・ダ・ボルディューはアリアニコは最も長くにわたって消費されてきた歴史を持つブドウ品種である可能性があると述べている。空前のギリシャ人開拓者の遺跡アリアニコはギリシャのポカヤ近郊で栽培され始めたと。 考えられている。祖先となるブドウは特定されていない。開拓者によってギリシャからイタリアの空前に持ち込まれ、そこからカンパーニア州やバージリカータ州に広まった。イタリアでは現在でも栽培されているが、原産地のギリシャでは消滅している。古代ローマにおいて作られた最古のワインである、ファレアニアンの主要品種であると考えられている。 大プリニウスの著作によれば、白葡萄品種であるグレコと共に、アリアニコは古代ローマ時代において格の高いワインとなる葡萄品種であったという。モリーゼ、プーリア、ナポリの近くにあるプローチダ島などでもアリアニコが栽培されていた痕跡が見つかっているが、現在ではこれらの地域ではあまり栽培されていない。15世紀まではこの品種はエラニーコと呼ばれていたが、 やがて現在と同じくアリアニコと呼ばれるようになった。カンパーニア州で栽培されているアリアニコンは、名前は似ているが、アリアニコの品種などではない。ただし、DNA 解析によれば、これら二つの品種は、遺伝的に近い関係にあることが示唆されている。モンテブルトゥレの円形バジリカータ州においては、アリアニコを用いてこの地域唯一の DOCG で、 あるアリアニコデル・ブルトゥレスペリオーレが作られる。アリアニコの栽培は、州北部のポテンツア県に集中している。アリアニコデル・ブルトゥレは旧火山であるモンテ・ブルトゥレの周辺地域で生産される。アリアニコデル・ブルトゥレ、バジリカータ州の DOC ワインである。カンパーニア州では、タウラージ村周辺に、アリアニコ中心で作られる DOCG が存在し、このワインも、タウラージと呼ばれる。 ベネベントではさらに多くが栽培される。アリアニコデル・タブルノやファレルノ・デル・マシコの中心品種としても使われる。イグットではカベルネ・ソー・ビニオンやメルローとブレンドされることもある。晴天が続くような気候に強いことから、近年ではオーストラリア、テキサス、カリフォルニアでも栽培されている。オーストラリアではマレー・ダーリング地域に導入され、一定の成功を上げている。 マクラーレンバレー、マーガレットリバー、マジー、リバーランドといった地域でも試験的に植えられている。カナダのオンタリオ州の20の谷の内ビエニエステイツでは2001年からアリアニコが栽培されており、2009年からはワインの生産が始まった。アリゾナ州ウィルコックス近郊でも栽培されている。アリアニコは発芽が早く日照時間の長い乾燥した気候に適している。 うどんこ病には強い耐性を持つが、ベト病の感受性は高い。灰色カビ病への耐性も弱い。アリアニコはタンニンが多すぎて、デザートワインには向かないため、灰色カビによる寄付の影響を受けやすいことは利点になっておらず、むしろ寄付は病害として扱われる。成熟は比較的遅い傾向がある。南イタリアにおいて11月頃に収穫される。 十分に熟す前に収穫したり、過剰にブドウがなるようであると、渋みが極めてきついワインとなってしまう。火山性土壌に適している。アリアニコで作られるワインは、強いタンニンと豊富な酸を持つ、フルボディのワインが多く、長期熟成に耐えうる。豊かな香りを持つので、ラム肉のような濃厚な味わいの肉料理と合わせて飲まれる。若い状態では、アリアニコは、 非常にタンニンが強く濃厚である。そのため、適切な状態になるまで数年の熟成が必要である。熟成が進むと果実味が強く感じられ、渋みのバランスが取れる。色は深いガーネット色である。典型的にはチョコレートやプラムの香りがあると言われる。アリアニコには様々なシノニムが存在する。ありがとうございます。